おはようございます。速稼塾の久保です。今日は土曜日になります。12月5日ですね。まあヤフーのカードを持ってる方とかペイペイショップをご利用の方はですね、ヤフーのスーパーペイペイ12月5日日曜日と5日後のつく日が重なったものすごくお得な日だということでね、今日はネット通販流行るんじゃないかなと思います。私ももう結構ね注文しました。ホットカーペットね、ちょっとこの際買おうかと思ったんですけども、むちゃくちゃ安く買えますね。 25% オフですね、私の場合は。いや、お得だなと思いました。はい、前置きはこのぐらいにしまして、1週間が終わりまして、相場の方はねもう間もなく動きを止めるんですけども、来週のために一体先週1週間の検討がどうだったのかってことを振り返ってみようかと思うんですね。だいたいこうトライアングル作ってブレイクするっていうふうに、こちらの方ですね、私お話したと思います。そのトライアングルっていうのがこういう風な感じでしたね。こういう風に来て、こういう風に来たトライアングルを形成してるんじゃないかなと。で、そのトライアングルが下の方に抜けていくのを私は感じますよっていう風にお話したんですけども、まあ金曜日はねここを抜けて、でしかもズバンと抜けるんじゃなくて一気に下の方に戻ってきましたよね。ということで方針が変更になります。どういう変更になるかというと、もうお分かりですよね。これはレンジに向かうわけなんですよ。こちらとこちら、それからこちらとこちらがちょうど符号しますよね。ということでね、このように2つの線を引いて、この間にこれからは入っていくんではなかろうかというふうに考えながら、12月の6日、7日、8日、9日、10日というふうに見ていこうかと思いますね。で、この間の、このレンジの間のね、ピップスがどのぐらいかというと、上がね、上底が113の535でしょ？で、下底が下の方がですね、下の底がいくらかというと、112円の555。主に、だいたいこんなとこですね。ですんで、ちょうど1円ぐらいの開きがあるんですよ。そうなると、何が起こるかっていうと、まあ私の考え方で言うとね、レンジ内オプションというのが効くんですよ。レンジ内オプションってのはどういうことかっていうと、何回もやりましたけども、この辺りにロウソク足の先端が来たら、セルの方でエントリーすれば大体取れるよと。で、逆にこの辺りに来た時はバイの方でエントリーすれば大体取れるよって感じで、内側に内側に、反転狙いで行くってことですよね。と同時にブレイクも狙えるんですよね。この線を越えてこれよりも上に行ったら、しっかり行ったことを確認してエントリー、下も同じです。こういうふうな戦略が取れるってことですよね。まあですんで、このいつものレンジオプションを武器にですね、12月6日からの1週間を過ごしていこう、かと思います。失礼しました。ちょっとね、なんかうっときましたね。早朝だからかな。はい。じゃあ今日お話しすることは以上ですね。はい。またこの仕様がやってきました。もう皆さんこれも得意になったと思いますけど、いかがですかね。まあこのレンジオプションを武器にね、12月は過ごしていけばと思います。反転して内側狙いなのか、それともブレイクして外へ大きく伸びていくことを狙うのか、どちらにしても利益が取れると思います。リスクリワードは 3.1 で構えていきましょう。ロットはあまり無理せずに設定してくださいね。私の場合は残りの日数はロット1で攻めてみようかと思いますけども、まあ資金によってはね、ロット 0.1 っていう方もいらっしゃるかもしれませんし、まあロット 0.1 からいきなりね1とかにするんではなくて、ロット1から 0.1 からだったら 0.2 とか 0.3というふうに小刻みに言ってください。じゃあ今日の解説は以上です。ありがとうございました。さあ12月6日です。月曜日になりました。週足の方から今日も見ていきます。全体的にはねレンジなんですけどもね、どうなるでしょうか。こちらです。はい、週足ですよね。やっぱ月曜日は週足を見ていかないと。こういうふうにぐーっと上がってきて、で今どうなってるかと言いますと、ちょっとねこう上げ止まりですよね。もうこれ以上上に上がることはないんじゃないかなっていう風になってきました。120円の方までずっとぶち抜いていって、まあ、そのうちね、なんて言いますか、まあ、介入ですよね。日銀の市場介入でもない限りは120円いっちゃうのかなと思いましたけども、ここに来て、まあ、ドルの方もね、いろいろと状況が変わってきたみたいで、売りが入ってるみたいですよね。現在の価格は114円。で落ち着いています。まあ115円になったり急に112円台になったりすることはないというふうに考えられますね。しばらく横ばいでいくんじゃないですか。じゃあデイリーの方を見ていきます。
デイリーなんですけども、私が思うのはここですよね。この黒い線が引いてあるでしょ。それをなぞりますよ。ここをブレイクして下の方に行くんじゃないかなというふうに感じてます。こっから大きく陰線が下の方にね伸びていって、で上の方に行く要素がちょっと見当たらなくてなってきましたからね。でこれがない時、これがない時っていうのは上昇傾向のロウソク足か特徴としてテクニカル出てなかったんですよ。ですんで120円の方まで行くんじゃないかなというふうにね、どん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 上がっていったでしょ。でもここに来てドーンと落とされて、で一旦ここで止まっているとはいえね、ちょっと下の方に割りそうな雰囲気をね4時間以下で出してますからね。で4時間の方見ていくとこういう風になっていきます。こちらの力点を線で引っ張っているのがここなんですけども、下の方にねどん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 トライしているところが見えるわけですよ。そしてこっから大きく落ちてきていますからね。この下落圧力は結構熱いんじゃないかなと思ってます。でこれが1時間で見るとね横レンジになってるんですよ。いいですか。横レンジはまあ速回軸の中ではね得意とされているフォーメーションですけども、こんな感じですよね。もうちょっとここまで伸ばしてもいいんですけどもね、ちょっと黒い補助線からちょっとだけ下に外れるんですけども、補助線が有効なのはこことこことここかな。でも本来はここですよ。この補助線をレジサポラインを割り込んで急速に内側に入ってるんで、便宜上ボックスは今書いてるこのボックスになりますけども、どうもねここを割るんじゃないかな。112円の76はもう割りかけてますんで、112円の580、これもちょっと割っていくんじゃないかなと。エントリーするのはさらに下の切り板にしときましょう。112円の480を目安に、ここを割ったら、ここを割ったらね、売りで試しに、いつもとは半分ぐらいのロットでエントリーしてもいいんじゃないかなと思ってます。はい、それがね、今週の見方ですよね。まあ月曜日は様子見なんですけども、とりあえず112円の480を仮設定しますので、これを割ったらセルの方に入っていきましょう。それ以外は、レンジを守ると思ってね、いつものオプションで行ってください。いつものオプションって覚えてます？忘れてます？いや、上の方に行ったらセルで入って、下の方に来たらバイで行くっていう、内側に内側に寄せていくレンジオプションですよ。これ忘れないでくださいね。それで同時にブレイク狙いもやるってことです。だからレンジオプションが速回軸の中では得意技だということで、皆さんにも同じパターンでいつもお伝えしてるわけなんですよね。それじゃあ、頑張ってください。失礼します。どうも、おはようございます。12月7日火曜日です。ね、早速利益取れたでしょ。だからこれね、12月はね、6日から10日が大きく利益取ってフィニッシュになると思いますよ。まあ12月は本当この週ぐらいしか利益取る時ないですから、まあだからね、11月の一番最後をずっとね、フォーメーションの設定をするのに費やしても十分お釣りが来るっていうのはこういうことなんですよ。で、昨日なんですけども、今回レンジオプションを取りましたよね。で、レンジオプションの数値が、下と上の線を引くわけですよ。上底と下底って言いますけども、下底が112円の555、上底が113円の535で取りました。で、この、おおむね1円ぐらいの幅の中で、もう1円ぐらいの幅がありますから、ピップスがありますから、これはね、下の水準に達したら、バイで取って、上の水準に達したらセルで取る。この繰り返しでいいんですよ。あとは、ブレイクしたら、そちらの方についていく、ブレイクを確認してついていくってことで、その数値設定も昨日させてもらいました。さあ、そして昨日はバイでエントリーする日でしたよね。下の水準に、溜まったところからスタートだったんで、もう軒並みバイでエントリーしたと思います。そして今日はギリギリ上底の方に、もう目論見通り達しましたんでね、ローソク足が今日はセルの方に行くわけですよね。もしくはブレイクしてブレイクの方についていくですからね。バイの方でついていく。はい。じゃあ、こちらの方を、まずはね、1時間足の方から解説していきますんで、ご覧ください。こちらです。はい、1時間足でございます。上底と下底を確認しますね。赤い線がすでに引いてありますけども、この赤い線、112円の555です。ちょっと554になってますけど、555ですからね。で、上底が113円の535で、で、
このレンジオプションで上下のピップスが十分ありますんで、だいたいね、70ピップス以上あったら、レンジオプションで内側で稼ぐってことをしてもいいと思います。で、70ピップスに満たなかったら、ブレイクまで待つしかないですよね。まあ、そういうふうに今までもお話してきてると思いますけども、こういうふうに、この辺に、ロウソク足の先端があったら、セルで入るわけですよ。ね。で、この辺に、ロウソク足の先端があったら、バイで行けばいいんですよ。その繰り返しですからね。ということは、下から入ってきて、ここにいるときは、バイで入れば、こうやって取れたわけでしょ。で、その後、一旦こういう風になりましたんで、もう一回ここに入ったときに、セルをかければ、こっち行くわけでしょ。で、また下の数字に入ったから、バイで入ると、こう取れるわけですよ。それからまあ、ちょっとね、真ん中辺にいて、ここで、セルにもう一回入るチャンスが来て、この時は急速に落ちたんで、またここでバイに入ればいいっていうのが昨日の話です。で、そうすると、ここに達して、今日現在、12月7日の朝5時はここにいますから、今日はセルで入るだけですよ。簡単でしょ？もうそれだけですから。あ、もうね、簡単すぎてお茶の子さいさいでございます。じゃあ、改めて、日足を見ていきます。これがデイリーなんですけども、転換して横に行って、上にぐーっと伸びたところからもう一回伸びて、下の方に行きました。今、レンジに入ってます。この辺りでレンジに入ってますよね。で、それを見てるところなんですよ。で、おそらく私は、この図を見ていくと、これからは、セルの方に向かうんではないかなと、大きな時間軸はね、そういうふうに思ってます。ぼんやりと思ってます。まあ、それは昨日説明しましたけども、ここから始まって、陰線が圧倒的に多いからですね。じゃあ、4時間の方見ていきます。4時間このようになっていて、こちらから、ぐーっと落ちていって、現在、レンジに入ってるとこです。で、ここを見てくださいね。ここを割って、下の方に行くんではないかなっていうふうに感じてるところなんですよ。この強い下への勢いがあって、そのまんまそれがレンジを通じて、今か今かと下に抜ける日を待ってるんではないかなっていうふうな図に見えます。その時は当然ここの力点も壊しますんで、レジサポラインは転換するってことになりますね。じゃあ改めて1時間の方を見ていきましょうか。もういろいろと線引いてますけどね。1時間は今レンジに入って上下、ね、跳ね返っちゃ上、跳ね返っちゃ下に動いてるところでしょ。で、昨日はバイで入って、今日利確して、今からもうセールに入ればいいと思いますよ。で、ロスカットを食らうとしたら、こちらを出てると思いますんで、そしたらね、ブレイクしてバイに入る準備をするってことになります。それが今日の戦略です。よろしいですか。まあ非常に簡単ですよね。テクニカルをしっかりと身につけていれば、しっかりと稼げると思います。最初はね、4000名ほどいた私の、この相場解説のチャンネルですけども、最初の、今以上に精度の悪かった時っていうのは、まあ4000人ぐらいの方が見ていたんですよ。それが5年前です。それから、どん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 私の相場解説は正確になって、利益も出るようになって、そして皆さんにも利益をもたらすようになって、現在まで続けてらっしゃる方が、おおむね50人から100人の間なんですよね。まあだからね、多くの方が本当にね、興味はあるんだけども、きちんと FX を学ぶってとこまで来ないんですよね。で、今、50人から100人の方が、まだ私の相場解説を見てくださってるというふうに申し上げましたけども、この方は、おそらく利益をたまに上げるようになったんじゃないかなと思うんですよ。あとは、ロットを増やせるかどうか、それから、日々それができるかどうかの挑戦になると思います。まさに、精神力の段階に入ってますので、時にはね、負けが込むこともあると思いますけども、ちゃんとノートをつけてみると、1ヶ月トータルで、プラスが6割以上になってるはずなんですよ。だから、賢してるはずなんですよね。だから、そのためにも、ロットをいつもね、一定にしといてください。いけそうだから、ロットを強めにするぜって言った時に、逆撃を食らってロスカット食らったら、せっかく今までね、同じような確率で勝ってたものが、ロットの上げ下げによって、もう、勝率は高いんだけども、負け金はでかいみたいなおかしなことになっちゃいますんでね。まあですんで、少なくとも数ヶ月は同じロットで勝負してくださいね。私の場合は1年間をお勧めするんですが、まあ、熟練された方も多いと思いますので、そうですね。短くても1ヶ月は同じロットで勝負してください。
で、1ヶ月単位の勝率をきちんとつけるようにしてください。そして、次の月にロットを変えたら、また1ヶ月はロットを変えないようにお願いします。それでは、いってらっしゃい。おはようございます。12月8日、8日ですね。朝6時の相場解説になります。今回はですね、作戦は合っていた。でも、ロスカット。逆に言うと、ロスカットにあったが作戦は合っている。だから、このまま継続していこうかな、継続していこうかなと思います。そんな動画になります。失礼しました。こちらをどうぞ。これが、日足になりますけども、どういうことを言ってるかっていうとね、レンジの幅がこことここじゃないですか。で、私は、レンジ戦略を取っていますんで、基本的にはこの内側でね、すべてが終わると思ってるんですよ。ただ、レンジ戦略ってのは、抜けた方向についていくってこともありますので、昨日抜けたわけですよ。ですからエントリーはしたんですが、ロスカットを食らっちゃいました。でも作戦は合ってるよってことなんですよ。それを4時間を用いて、さらに説明していきますね。4時間です。はい。じゃあ、レンジの幅をもう一回確認しますけども、ここですよね。ここの幅にレンジがあって、昨日、ここで抜けたわけですよ。だから、ロスカットラインを引いて、リスクリアード 3.1 でエントリーしました。ズバーンと上に抜けるかなと思ったところ、抜けずに下の方に戻っていっちゃったんですよ。多分抵抗帯がここにあるからでしょうね。まあ、ここにもありますよね。それは至極当然なことだったんですけども、跳ね返って内側に入っちゃったんですよね。でも間違っていないぞってことなんですよ。1時間です。はい。ロスカットラインを引いたのは、こちらです。で、リスクリワードはちょっと書ききれないんですけども、もうこの上の方にあったわけですよね。で、そうすると、こちらに抜けていったんで、リスクリワードを取ってエントリーしたんですが、こちらに沈んでいってね、結局は利益確定になってないんですよ。でもこれは作戦としては間違ってないな、ということでございます。それは、この水準を、金額で言うとね、ここです。113円の535をブレイクしているからなんですよ。だから、結果的には利益になってないですよ。でも、作戦としては合ってるじゃないですか。だから、同じようにこれからも、113円の420をロスカットラインに引いて、リスクリアード 3.1 で、どんどんね、倍の方でエントリーを繰り返していこうかと思います。逆にこちらの方に沈んでいったら、レンジ戦略の内側ですから、また改めてね、内側取りをしていけばいいんじゃないかなってところですよね。今回は、ブレイクでなんとか取ろうと思いながら、そちらのトライを昨日からしているっていうところです。まあ、今回はね、あまり金銭的に余裕がない方は、まあ、レンジといって内側のバイセルで往復ビンタで取っていく方法と、ブレイクした方向についていくとの両天秤なんで、資金のちょっとね、難しい方は、まあ、見てるだけにしといてください。ということでございます。はい、今回はいかがだったでしょうか。結構ね、やっぱり盛り上がってきましたね。今日が水曜日ですから、水木金と、どんどん追撃して稼いでいこうと思います。そのためには、今回のロスカットってのは、もうね、必要経費ですよ。ここでロスカットが出たから、作戦が間違っていたなんてね、間違った判断をするべきではないですね。合っているけども、結果は伴ってない。ただそれだけなんですよ。だから、このまま突っ込んでいこうかと思います。それでは、失礼します。12月9日です。いかがでしたか?昨日朝、ロスカットは食らったけど、戦略は間違えていないということで、あくまでもね、ブレイクアウトを狙っていきました。ブレイクアウト起きたでしょう。大きなピップスが取れたと思います。じゃあ、今日はね、1時間軸からそのことを説明していきます。はい、これ1時間なんですけども、上底のブレイクアウトポイントは、113円の535というふうに設定しました。ですんで、少なくとも、ここを超えたあたり、113の565あたりでですね、このあたりですね、上昇を見切ったら、買いでエントリーするという、そういうようなアクションが取れると思います。で、利確のポイントが、マックスで113円の915、ここで取れるわけですから、つまりは、ここの間ですよね。ここの間が、利益幅になっていきますよ。で、その後、私と同じように、利益確定をした人が多かったんで、値段が下がったでしょ?ここも、読み通りですよ。ブレイクアウトがうまくいったポイントです。ここからぐーっと急成長してきて、で、一斉にみんなで利確したわけですから、ここまで落ち着きました。
はい、そして、こっからの動きですけども、再度、今度は、113の53号が、レジサポ転換を起こしてますよ。つまりは、ずっとですね、私のレンジポイントっていうのは、ここだったわけですよ。レンジポイントね。これが、今度はこっちの水準に変わってきたってことですよ。バッチリ捉えましたね。うん。もう言うことないですね。で、移動平均線を見てみると、こういうふうに一定だったラインから上昇してきたわけですよ。ね、駒が揃ったでしょ。じゃあ今度は、113円の53号を仮定としてですね、下の辺ですよ。ってしながら、あとは上底を測る旅になってきますので、上昇トレンド、こちらの方を見ていきます。高値を切り上げて、安値を切り上げて、この流れができるかどうか、ここから見ていくことになります。木金の挑戦になります。それでは、デイリーの方から見ていきましょう。本日のデイリーなんですけども、全体的な流れを追っていきます。こちらの方にね、今、レンジをずーっと作っていたわけなんですけども、このレンジが、こちらの110円の352と、113円の535の上のレンジに戻ってきました。懐かしいですね。ここで使ったレンジですよ。これが今度はここに再現されようとしているわけですよ。それが再現されるかどうかをこの木金で確認するわけなんですけども、もしこの間のレンジに戻るようなことがあれば、来週13日から17日もレンジ及びブレイクアウトでもう一発勝負ができます。ね。素晴らしいですね。でも全体的には下の方に下がっていくと思いますので、あくまでもね、こちらの方にレンジが映ったにしても、それは歌方であって、あまり過信しないようにしないといけないですね。あとはもう来年がどうなるかってことになってきます。4時間を見てみます。4時間になってきますと、113円の535と、112円の554で、上底仮定を作ってきたわけなんですが、これが、情報に、上の方にですよ。脱してきて、ブレイクアウトを起こした瞬間の画像がこういう風になってます。上昇トレンドができかけてるでしょ。で、これが上昇トレンドができかけてるとこですよ。ここまでは下降トレンドだったんですよ。もしくは、横ばいっていう風に捉えてました。でもこれが右肩上がりに変わっていってるんですよ。ただしですよ。ここから始まった強い売りの流れってのは逆らえませんから、この上昇トレンドは、おそらく114円の352というね、以前引いた補助線で効力を失って、下に向かっていくと思います。その時の下への振れ幅ってのはすごく力が強いので、下降トレンドを作るでしょうね。もしくはこれを突破しても、もう一個ここに強い抵抗がありますから、こちらの方から、下の方に下がっていくことが十分考えられます。以上ぐらいしかストーリーが浮かばないですね。で、それで最後1時間足なんですけども、1時間足は今フェーズを変えて新しい局面に行ってますよってことです。つまりは、113円の535を下の辺とした新しいフェーズですよね。ここにボックスができるということが考えられます。プラス、この上昇の流れはそんなに長くは続かないっていう、そういうふうなね、まあ、ことも言えるんじゃないかなっていうところですね。はい。来年はね、今私がずーっとやってきた分析を、私の分析なしに自分でできるようになってくださいね。そうすると FX で負けはなくなります。つまり、お金の心配が生涯消えるってことです。あと、お子さんがいる方とか、お子さんに FX を教えてあげてください。そうすると、就職、進学、全くもう必要なくなります。単なる自分の知的好奇心のままに、学習したいものを学習して、行きたい学校、行きたくない学校、自分の気分で選びます。義務教育だからといって行く必要はありません。ね。教育義務を違反してでも、自分の人生を大切にすることができます。あとはね、本当に、親子の縁を強くしていって、だって、お父さんお母さんがね、お金の心配がないような社会を子供に教えてあげる。そんなことができたらな、どのくらいいいでしょうかね。でもほとんどの方は、自分にはできないから世の中の誰かに任せちゃうんですよ。だから詐欺に遭うんですよ。やっぱりお金の問題は家庭で解決するべきだと私は思うんですけどもね。その手法の一つとして FX 攻略。たった一つこれができれば型はつくと思うんですよ。
いかがですかね。ちょっと言い過ぎな面もあるかもしれませんけども、今私は FX を攻略して本当にそう思います。自分の子供に10歳までに FX を教えてあげれれば、私と同じレベルで教えてあげれれば、子供は多分お金のことでね、問題を起こさなくなると思います。もう物を取ることもないですし、人を騙すこともないですし、本当にお金の問題っていうのは全然気にならなくなるんじゃないかなと。100万騙されても200万騙されても300万おごってあげても、また FX で稼ごうかっていうふうなね、穏やかな発想になると思うんですけども、ちょっと言い過ぎですかね。はい、じゃあ本日は以上でございます。また明日もお楽しみに。おはようございます。12月10日になりました。まあ大体この辺でケリをつけないといけないかなってところですよね。昨日お話したのは、まあレンジのフェーズがちょっと変わったんじゃないかなってことなんですよ。もしレンジのフェーズが変わればまだ勝負はできるんですけども、どうやらですね、レンジのフェーズ変わらずに引き戻されちゃったみたいですね。でここからもしかしたらセルの方に向かっていくのかもしれません。まあ一瞬ねバイの方に行ったんですけども、こっからセルの方に行くんじゃないかなと思います。ただですね、やっぱり気になるのは原油高を中心とするファンダメンタルなんですが、円安が加速するような気もするんですよね。まあ以前お話した介入でもない限り、これはどんどん円が売られ続けていくんじゃないか、要するに上の方に行くんじゃないかなってことですよね。まあただそういう大きなファンダメンタルもあり、ただドルがね高くなりすぎたっていうバランスもあるんで、ちょっとこの辺でね、利益を出しすぎてきたところもあるんで、冷静になる意味でちょっとだけ相場を離れるのはとってもいいタイミングだと思うんですね。で、レンジのフェーズが変わると思ったのが変わらなかったってことも込みで、じっくりと様子を見て今年は終わっていこうかと思います。というところでね、大々的なエントリーはもう昨日で終わりということにしまして、ここからは、まあ、慎重に来年を見据えてですね、2週間、3週間、相場の方を見ていこうかと思います。もともと12月は半ばを過ぎると、そんなにね、利益が取れるような、相場になってこないんですよね。ほんと小刻みっていうかね、予測がつかないというかね、私も苦手とするのが12月の3週目、4週目なんですよ。まあ、FX 市場の方は、だいぶ資金が抜けていきますんで、そういう意味でも、やる時期ではないのかもしれないですね。はい、じゃあ今日最後にさせていただいて、来週からも相場解説はするんですけども、ちょっとおとなしめにね、2022年を見据えた相場解説にどんどんシフトしていこうかと思います。それでは今日のところデイリーからどうぞ。はい、デイリーですよね。私が昨日申し上げたのは、このフェーズからですね、このフェーズに移るかなと思ったんですけど、移らずに、はい、戻ってきているかなってとこですね。ここで上下のヒゲが長く出てるということは、実体よりも長く出てるということは、かなりの迷いがあって、どちらかというと横ばいに入りつつあるってことなのかなと思います。じゃあ4時間の方行ってみますよ。はい、これが4時間なんですが、昨日まで、一昨日までですね、このフェーズで勝負しましたけども、昨日はこの113円の535、レジサポラインを超えて大きく上にブレイクしたところだったです。ブレイクしたんで、今後の値動きはこちらの新しいボックスで110円の352を条定としてですね、仮定をレジサポ転換で113円の535としたところで推移するのかと思ったんですけども、どうも昨日はね、あんまり上昇の勢いが良くなくって、結局はここに帰ってきちゃったのかなっていう気さえする。そんな値動きでした。まあですんでね、昨日新しいレンジに変わると思ったところが変わらなかったんで、これはもう今年の相場予測は終わりということにさせていただこうかと思いますよね。ただ解説はしていきますからね。で、これが1時間足です。このね、113円の535のレジサポラインになんか絡みついてきたって感じですよね。つまりは横ばいのポイントが、まあ大胆に言えばですね、こういう風に変わってきたと。いうことなんじゃないかなと思います。こうなると、このピップスではなかなか勝負できません。70ピップスちょっとね、いかないんでね、これどう見ても、50から60ピップスぐらいしか、このレンジは幅がありませんので、レンジ内での取引には向かないですね。ですんで、ブレイクを狙っていくことになると思います。で、そのブレイクの方法が、もちろん、円安に繋がっていくのか、で、ドルが買われすぎたんで、そろそろ、調整が入って大きく
下に移っていくのかが分かりにくいってことですよね。はい、ということでね、今日はエントリーのおすすめはありません。もう昨日で一応今年の取引は大筋では終わりということにさせていただきます。あとはね、付け足しの相場解説がこれから12月の末まで行くんですけども、主には来年どうすればいいかってことを語りながらお話していくことになりそうです。じゃあ今年もね、一旦ここで相場解説、今年の分、利益目標の相場解説は終わりになっていきます。ただ明日からも相場がありますんで、明日からの相場は繰り返しますけども、来年しっかりとね攻略をしていくための、そんな青写真にしていこうかと思いますので、またお付き合いくださいませ。それでは本日は以上です。ありがとうございます。